ございます。黒バラ軍団リーダーのセージです。さあ本日のターゲットホールはキコーナー扇天さんにお邪魔して実戦の方を釣りたいと思います。抽選なんですが60人ぐらいの並びがあった中47番だったんで、本日の狙い台としては、花の刑事、寝台狙っていこうかと思ったんですけども、おそらくこの番号だと厳しいんじゃないかなと思います。まあ朝取れたらその保留玉なんかを見てちょっと高設定や据え置きの状態っていうのを見ながら、立ち回りたいと思っていますが、まあ、刑事が取れなかった場合、このお店 A タイプの機種が非常に充実しているので、ジャグラーシリーズそしてパルサー、ケロット2なんかもあるようなので、そこら辺を見ながらそしてね、その A タイプ触りながらも、データを見てテーブル天井なんかを狙いながら臨機応変に今日も立ち回りたいと思っています。それでは本日もよろしくお願いします。おはようございます。お願いします。おはようございます。とりあえずこの店 A タイプが充実してるんで A タイプのガックンガンガン見ていきたいと思います。このニューパルサーの177番台まあ、この合算で、まあ、なかなかいいね。ちょっとガックンだけ見たいと思います。ガックンがなかったんでちょっとこれ気になりますね。まあ、朝一の出目チェックしてないんで何とも言えないんですけど、まあ、ちょっと末だったら嬉しいなぐらいで考えておきたいと思います。合算も6 でバーが優秀ですね。ちょっとこれも見ていきたいと思います。しなかったっすね。まあちょっと化けが心配なんですけどね。ちょっとこれも見ますか。してないっす。まあ、ちょっと気になる台はガックンをチェックしたんですけど、おそらくガックン対策はされてますね。北斗全台埋まった。ということで、朝一とりあえず末を信じてニューパルサー、ニューパルサー3これから攻めていきたいと思います。ちょっとチェリーの感覚がないなと。ちょっと深追いするのやめましょうか。ケロット2なんですけど、まあ、この時期にまずケロットを5台置いてるということで、お店で何かしら力を入れてるんじゃないかなと思うのと、前日のデータだと5台中3台が、ボーナス合算140台なんですね。で設定6で合算が141なんで、一番前日調子の良かったこの台打ってみたいと思います。このケロット2は、斜めオレンジに設定差が、設定6で174分の1で、それに比べたら開きもないんですけど、ベル確率が 6.2 設定6で、1は確か 6.6 だったかな。
その辺の数字なんで、で他にもまあ、カドチェとかね設定差あるんですけど、僕はまあベルと斜めオレンジのカウントだけしていきたいと思います。あれ、この出目でベルもオレンジも否定しましたね。ということで、オレンジ、多分入ってますね。93ゲーム投資6000円でボーナス確定ですね。いやー、化けはやだな。ピック、ほらー、まあ仕方がない。101ゲームレギュラーボーナス、多分これ、47ゲーム1枚役ですかね。残念でございました。当たってた。ピック、よし、投資6000円、化けの持ちメダルでビッグボーナス。335枚、ベルが続く。熱い、カエル柄っすね。オッケー、なにこれ。79ゲームオレンジから演出です。あ、リーチ目じゃない。残念でした。入った、もうこのパターン、やっぱリーチ目だったですね、さっきのがね。すいません。ピック、よし、85ゲームオレンジからビッグっすね。まあ、まだ回転数もねそんなに回ってないんですけど、ベルガッサが 7.1 で、斜めオレンジに至っては1回しか引けてないので、ちょっと続行するの心配になってきましたね。ガッサンと、まあ、レギュラーも437回転中に1回だとちょっと高設定の数字ではないので、ちょっと A タイプも含めて他の台ちょっと見たいなと思ってます。130番台ジャグラーガールなんですけど、化けが3回ついてて306、化けはまあ270分の1で来てくれれば優秀っていうところで、まあ、圧倒的に化けに寄ってて、まあ、ビッグがおいおいどうしたっていう数字なんですけど、306回転でビッグが0。まあ、ガッサンもクソもないんですけど、
ちょっと130番台ジャグラガールズ移動して様子見たいと思います。セリー重複からのボーナスですね。198ゲームビッグボーナス、よかった。127ゲーム単独です。あー、化けか。あー、ビッグか。いや、化けだろ。127ゲームレギュラーボーナス、もう化けはいらないっすね。化けはいらない。まあ、ジャグラガール打ってきたんですけど、合算が141分の1、まあ、709回転でビッグが1回しかないっていうことの方がちょっとしんどいんで、ここは大移動したいと思います。ということで本日は A タイプ祭り、まだ672回転と回転数は少ないんですけど、まあここついてて、この合算、まあ数値は6ですけどまあね、でもまあちょっと期待がありそうなんで打ってみたいと思います。148ゲーム人ですね。はい、150ゲーム人手からの解除ですね。151ゲームレギュラーボーナスです。お、演出が騒がしくなってきての105ゲーム人ですね。来たか。はい、106ゲーム今度はビッグがいいですね。はい、狙おう。107ゲームビッグボーナス。47ゲーム人ですね。お、雷演出、熱い。あ、お、これは来たか。はい、49ゲーム人出からボーナスゲーム確定です。タイがいいな。バケっすね。あ、なんで2枚入れたんだ俺。50ゲームレギュラーボーナス。さあ、また人手164ゲーム。お、
これはちょっと期待したい。これはちょっと期待したい。あーもうバカ。おい。あぶねえ。165ゲーム。ボバビッグが欲しいな。来ないかな。ビッグプリーズかも。負けです。いい負けでしたね。いい回転数でボーナスは引けてるんだけど、なかなかこれじゃ一進一退の繰り返しですね。思ったんだけどな。あ、ま、もう153ゲームワカメ解除っすね。俺が取りこぼしただけです。これもうバケばっかだよ。マジか。今度バケから狙おう。153ゲームレギュラーボーナス。お、熱い。からのっすよ、からの。からの。はい、ありがとう。48ゲームもうビッグちょうだい。よし、欲しかった。50ゲームビッグボーナス。やっとビッグが引けた。ちょっとワカメ言うたびにどうしても面白くなっちゃって、ダメですね、このプロマーらしからの発言が。だって皆さん考えてみてください。 UFO の身にも回ってください。9ゲームワカメとか。あ、48ゲームすいません、ワカメ取りこぼしましたとか、何の魚市場だっていう、なんかすいません。単独っすかね。164ゲームレギュラーボーナス。あー、中断人だ。お、噂のワカメ6周ゲームいけるか。おー、タイが出てきた。はい、ありがとうございます。62ゲームビッグボーナス。潜り演出で83ゲーム人で。来ましたね、人で解除の。人で解除87ゲームレギュラーボーナスですね。打ち始めてからの当たりが全て200ゲーム以内なんで、そこはまあ化けが続いても出玉を全て吸い込まれることなくコンスタントに当たってくれてるのは助かりますね。
なんですけど、いかんせんバゲに偏ってるんで、本当に投資額よりちょっと回収しては飲まれそうになり、そこまた回収しては飲まれそうになりの繰り返し、ちょっと展開的にはここでビッグが欲しいところですね。61ゲーム共通人ですね。お、人手からの雷は熱い。62ゲーム大当たり確定です。ここはビッグが欲しいな。当たりこそ軽いのにね、もったいない。71ゲーム大当たり確定です。ここはビッグが欲しい。あ、手虫してる。ワカメだ。無駄ワカメ。さあここだ、勝負。おっしゃ、74ゲームビッグボーナス。今あのワカメの合算を確認したんですけど、ワカメ合算が67分の1なんで、通常ワカメが、65分の1が設定6の値なんで、まあ高設定かなと。まあこのボーナスの合算とレギュラーとビッグの合算も見て、総合して、まあ、いい設定なのかなと思いながら打ちたいと思います。うわー、2万のスカルか。お、残ってたかな。いやー厳しい。うわーマジか。お、あー厳しいか。あーまだ来てる。あぶねー、やっぱ入ってた。221ゲームビッグボーナス。さあ41ゲームワカメ、冗談ワカメ、リプレイですかね。あ、ちょっと、あー、ワカメ行ったと思ったのに、ダブルフラッグワカメ行ったと思ったのに、いやーダブルワカメ残念。ダブルフラッグワカメ使ったか。お、47ゲーム僕らのアイドルワカメ否定で入った。あざす。47ゲームさすがワカメ、うちのエース。ワカメビッグ、あざす。レア500狙います。
確定ですね。47ゲーム人手でボーナスゲーム会場ですね。48ゲームビッグボーナスです。ワカメが下落してきました。ワカメが今合算が70なんで、設定1でも72というところなんで、まあちょっとワカメが落ち気味かなと。なんですけどね、今日ワカメにはたくさん助けてもらってるんで、僕はワカメの力を信じてワカメがねたくさん出てくるのを待っていたいと思います。まあ今266ゲーム、まあこの大量を打ち出して一番のハマりが来てますね。304ゲームちょっと今日一でハマっちゃったんでね、なかなか出玉を減らされてしまいました。ハマりが406ゲームになってしまいました。まあ正直ビッグレギュラー、そして合算ともにとてもいい数字で、まあ、確実にこの大量上はあると思うんですけど、まあ、一つ懸念を挙げるとすれば、ワカメの確率が、現在84分の1、まあ、設定1で72分の1以上でワカメは落ちてくるので、なんでここの設定1以下だいぶ圏外の方に来てしまいました。まあワカメが心配っていうところも一つ懸念してるんですけど、何よりこう勝ってる分勝った出玉がこれで飲まれてしまったら元も子もないんで、ちょっと惜しい気がしますが今日はこれで流したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。時刻は僕の手元の時計で、18時30分を回ったところです。本日の立ち回りなんですけど、朝一ちょっと抽選番号に恵まれずに狙い台だった花のケージの信頼、取れなかったですね。そんな中で、期待のある ATART キーを見つつ、その間は A タイプを回すという展開になっていきましたが、気がついたら A タイプしか触ってないような、そんな立ち回りになりました。ですがそんな中でも、最初に触ったパルサー、ケロット2、ジャグラーガールズあたりは、回転数がねまだ重ねてない段階だったんですけど、ちょっと不安定なことがあればすぐ大移動して、で最終的に同じ A タイプの大量2にたどり着いて、おそらくあの大量2は、高設定あったんじゃないかなと思っています。なんでそこにたどり着いてしっかり出玉を増やせたっていうのが一番の勝因だったんじゃないかなと思います。まあ、最後はね400以上ハマりを食らってしまって、これ以上続行すると、まあ、勝ちまでなくなってしまったら元も子もないので、本日は撤収させてもらいました。なんでね高設定だと思われる大量をねもう少し回したかった、2000回転台でやめてしまったんですけど、まあ、その間も期待のある AT 機 ART 機を探していたんで、そういう時間も含めて回す時間も取れなかったなというのが少し残念なところですが、なんとか勝ちに結びつけてよかったと思っています。さあ本日の結果なんですが、投資300枚、回収が675枚、サマイ数が375枚ということで、今日も勝利ポイントをゲットすることができました。3ポイントです。今までのポイントと合計して10ポイントということになりました。今日みたいにとにかく勝ちにこだわる立ち回りを心情にこれからも頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。